こんにちは、地球の皆さん。私たちは、今日、このような形で、オールザットイズの今この瞬間に、あなた方と出会えたことを、とても嬉しく思っています。今、すべてのことは変化しており、何もかもが動いています。そして、あなたの旅の次の段階を想像するための方程式には、多くの要素が含まれていることを理解してください。現実はあなたの中に存在する。そして現実はあなたの外にあるのではないということを思い出してください。すべてはあなたの内側に存在するのです。それはあなたの現実、あなたが何者であるか、なぜここにいるのかについてのあなたの考えや信念、視点を映し出すものです。結局のところ、これはあなたが想像したものなのです。そして私たちはこのことを覚えておくことをお勧めします。あなたの外に、あなたの現実に影響を与えるものは何もありません。あなたは無限の存在だからです。あなた方は源の意識でありながら、肉体の中に閉じ込められ、抜け出すことができないという幻想の体験をしているのです。そして、地球全体での地球外生命体とのオープンコンタクトに向けて、前進する中で、常に次のことを心に留めておくと良いでしょう。それは、あなたの夢であり、あなたの想像であり、あなた方は、集合的な文明として、自身に課した制限の範囲内で、どこにでも、行きたい場所へ、この夢を操縦することができるということです。このことを踏まえて、私たちは、今、私たちの決断に影響を与えている、あなた方が外的状況と呼ぶものを、いくつか、挙げたいと思います。無条件の愛。まず、特に、あなた方の地球上における、戦争のシナリオと呼ばれるものです。私たちがあなた方の現実において、測定している基準点の一つは、無条件の愛を中心に置く能力です。私たちの文明と、私たちの同盟の文明は、無条件の愛の周波数で十分に安定しています。私たちは、もはや、恐れや、利己的な視点から行動することはありません。そしてこれは、私たちがあなた方の世界に立ち入る前に、あなた方の文明がくぐり抜けるのを待ち望んでいる、主要な境界線の目印のようなものです。それは、第四密度、五次元の現実の基本的な構造の中の一つです。外側の状況に関係なく、無条件の愛に揺るがずにとどまる能力です。もしあなたが怒りを経験し、落ち度のある人たちに復讐や罰を与えることを望むなら、あなたはオープンコンタクトが起こるタイムラインを想像することはないでしょう。このような波動は私たちが望むものではありません。最終的にあなた方がそれを手放すまで恐怖と怒りをより多くのレベルで経験することになるであろう、あなた方自身のタイムラインにシフトすることになるでしょう。しかし、この地球上の混乱に対して無条件の愛とジャッジのない位置に立つことができる人たちはテストに合格しています。あなた方は、より高い次元の現実に、シフトする準備ができているのです。次のレベル。あなたは、自分の現実を、コンピューターのゲームの、レベルのように認識することがあるかもしれません。
そして、このレベルにおけるゴールとは、あなたの存在の中に、純粋な無条件の愛を実現することです。そして、もしこれが、達成できていないなら、あなたは、次のレベルにシフトする準備ができておらず、無条件の愛のレッスンを、ゆっくりとしたペースで学ぶ機会のあるタイムラインに移行しなければなりません。あなたは、レベルアップを繰り返す必要があるのです。そして、レベルアップする準備ができている人たち、つまり、無条件の愛の一定のレベルに到達できた人たちは、今後、数ヶ月の間に、新しい密度のタイムラインに、しっかりと定着し始めるでしょう。第4密度、あるいは、あなた方が言うところの5次元にです。あなた方は今、レベル3を完了し、レベル4に移行しようとしているのです。ですから、もしあなたが、レベルアップのチャンスを確実にしたいのなら、今こそ、あなたの心を揺さぶる人たちに対して、無条件の愛を実践する、絶好のチャンスです。あなた方の世界で最も必要としている地域に愛の波を送ることを実践してみてください。エルサレム、パレスチナ、ウクライナ、ロシアにです。そして特にあなたが邪悪な人、悪い人だとみなしている人物に愛を送ってください。第4密度。これは、あなた方が、新しいタイムラインにシフトし、オープンコンタクトが進行している、第4密度の現実にジャンプするために、通過しなければならないテストです。あなたは、すべての人に対する、無条件の愛に、シフトしなければなりません。タイムラインは分裂し、現実は固まりつつあります。これは、プリズムが分裂する重要なポイントです。そして今が選択の時です。愛か恐れか、そのどちらを選ぶかはあなた次第です。平和、愛、光、アーメン。地平線の先に現れる新しいタイムラインで今また新しい皆さんとお会いできますように。私たちはヤヒエル、シバイです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。